新時代の人工知能技術があなたの未来を切り開く。人工知能搭載人型ロボ、その名もヒューマギア。彼は物体認識の技術によって私が誰であるかを認識し、自分で考え行動するのです。おはよう。おはようございます、秘伝これのすけ社長。秘伝インテリジェンスは一部地域で新たなヒューマギア派遣サービスを始動。通信衛星ゼアによって制御されたヒューマギアが様々なお仕事の現場をサポート。新時代の働き方の新たな価値を創造します。さあ飛び立とう、夢に向かって。秘伝インテリジェンスの創業者秘伝これのすけ代表取締役社長の特別式が今朝行われ、政界や経済界の関係者やっべー地獄だー、偽造目覚ましここかけたのに。おはようございます。それでは続いての笑い芸人さんどうぞ。どうもーアルトです。はい、ライズフォン、今日の笑い天気予報は、今日は一日中寒くなるでしょう。ブルブルブル、はい、アルトじゃライト。はい、あーん、おいしい。君、首ね。え、ちょっと待ってよ、支配人。やっぱりね、時代はヒューマギアだよ。それでは、続いての笑い芸人さん、どうぞ。腹筋崩壊太郎です。人工知能に人間の往来は理解できないでしょう。腹筋パワーほらね、みんな笑って幸せになれる、そんな楽しい遊園地にすることが私の夢なんだ。違うな、俺の夢も笑いを取ることなんで。君より笑い取れるやつもういるから別の夢見つけなさい。うそ。社長の告別式お疲れ様でした。副社長。副社長と呼ばれるのも終わりだ。シェスタ、例のものを。承知いたしました。ついにこの会社が私のものに。緊急取締役会を招集しろ。秘伝の社長が死んだ、マギア作戦を実行に移せ。何それ、どうやってやんの。ヒューマギアのシンギュラリティを利用するんだ。シンギュラリティ、自我が芽生えた人工知能が人間を超える。今こそ人類を滅ぼす時が来たんだ。かつてのこの街のように。
命令を受信。構築を開始します。衛星ゼアからの命令を受信。任務を実行します。おかしいな、俺の爆笑ギャグ。なんで受けれんの。物体認識成功。秘伝アルト22歳、現在爆笑ピン芸人を自称する売れないお笑い芸人アルトとして活動中。悪かったな。っていうか君誰。社長秘書の伊豆と申します。私についてきてください。社長秘書。ねえねえ、一人。そっか、誰かこいつとハン組んでやれ。見つけた。君は僕の友達だ。この場所を破壊して。できません。私の仕事は人を笑わせることだから。違うって。君の仕事は人類滅亡だよ。滅亡人雷ネットに接続。はい。完了しました。皆さんに集まってもらったのは他でもありません、我が秘伝インテリジェンスの創業者秘伝これのすけ社長の遺言状を読み上げるためです。そのために彼にも来てもらった。あの社長にこんな孫がいたとはね。なんて俺が。これのすけ社長の意思だからです。公正証書遺言のため法律上の問題はありません。早くしたまえ。私には社長の引き継ぎ業務がある。いや、嘘だろ。なんだ。貸せ。そう遠くない未来、我が社は重大な危機に直面する。危機？我が社が派遣している大量のヒューマギアが心なき存在に悪用され人類を襲う。対抗手段はただ一つ、ゼロワンドライバーとプログライズキーだ。我々人間の手によってヒューマギアをコントロールするための新時代セキュリティシステムが内蔵されている。使用権限があるのは我が社の社長のみ、そして二代目社長に孫である秘伝アルトを任命する。俺？え？社員一丸となって会社の危機を乗り越えてもらいたい。以上。冗談じゃない。同族経営で会社を私物化する気か。落ち着けってみんな。社長なんてやるわけないだろ。え？俺の夢は笑いを取ることだから。
こしましょう。アップップ。あると面白いな。もう一回。心から笑ってない。何度やっても結果は同じだよ。絶対お父さんを笑わせるから。アップップ。アルト、夢に向かって飛べ。俺の夢。悪いな、じいちゃん。物差しなんて小学校卒業した時にみんななくすもんなんだよ。しょうがないな。じゃあ貸そうか。なんで？続いての笑い芸人さん、どうぞ。君、首ね。君より笑い取れるやつもういるから。時代はヒューマギアだよ。ベロッサー説明ワイズ。人間を皆殺しにする。なんだ。なんだこれは。やめろ。稲殺し。クスクスドリームランドに到着。直ちに行動を開始する。暴走するヒューマギアのデータを収集する。総員残らずぶっ潰す。最後まで聞いてから撃て。どうなってんだよ。私は夢じゃ。みんな笑って幸せになれる。そんな楽しい遊園地にすることが私の夢なんだ。皆殺し。支配人。アルト様。私の夢が。人類に夢を見る未来は来ない。笑うなよ。何も分かってないくせに人の夢を笑うんじゃねえよ。分かっている。夢とは将来の目標や希望、願望を示すこと。人の夢ってのはな、検索すれば分かるようなそんな単純なものじゃねえんだよなあ。そのドライバーがあればあいつをどうにかできるんだよな。はい、我が社の社長の座につく者のみ使用の権利。いいからそれを俺にくれ。承知いたしました、アルト様。ゼロワンドライバーを腰に装着してください。ゼロワンドライバー。なんだここ。ここは我が社の通信衛星ゼアの思考回路。
アルト様の脳は今衛星に無線接続しています。つまり今俺は人工知能と同じ思考速度を持った状態ということです。はあ、このままでは5秒後にアルト様は死亡します。え、それまでにマニュアルをラーニングしてもらいます。使い方を学べってことか。チュートリアルモード実行します。大事だ、大事。いよいよこれを使う時が来たか。待って、フワ、私の許可なくそれを持って。どけ。ラーニング完了。ジョーク。オフライス。
忙しくなりそうだな。歴史は繰り返すのか。ゼロワンか。先代の社長もただでは死ななかったみたいだね。いずれにせよ人類が絶滅危惧種となる日は近い。社長、ご自宅までお送りいたします。社長？ゼロワンドライバーを使用した時点で我が社の社長に就任することに同意したと判断します。これだよな、絶対。やっべー、すっかり忘れてた。おい、ちょっと待ってくれよ。今のは違うんだって、その場の勢いで。もうこの遊園地やめちゃうの？いや、謎の黄色いヒーローがここを守ってくれたんだ。だからこれからもこの遊園地はお客様に笑顔を届けます。本当？ああ。アルト様の夢である笑いの表情を多数検出しました。こういう笑いの取り方もあるってことか。社長専用のライズフォンです。すべてのデータに目を通しておいてください。秘伝インテリジェンス代表取締役社長、よし、やってやるか。名刺を見つめる名刺。はい、アルトじゃないと。これは伝統的な言葉遊びで、名詞と名詞と似ている言葉をかけるところが面白い。次回、仮面ライダーゼロワン。社長を辞めていただきます。全て俺が暴いてやる。じゃあどうすりゃいいんだよ。スマギアは人を傷つける人類の敵だ。人類の夢だ。